おめでとう、ローグ。私に感謝しなさい。呼び出されて早々に上司のベラドンナ・ビラードが言った。広告首都イレイル支部局局長、それがベラドンナの肩書きだった。彼女はいつも唐突に物事を告げる。ありがとうございます、形式として一礼する。それを見てベラドンナはウェーブがかかった金髪を見せびらかすようにかき上げ、私が直々にあなたを推薦してあげたんだから、いくら成果を上げたって本当だったらこんなにすんなりいかないんだからね。ドラケニアの人たちは査定に厳しいのよ。過剰なほどに甘ったるい声色で言う。胸元のボタンは2個まで外されており、派手な色の下着が覗いていた。噂では色仕掛けでこの地位まで上り詰めたと言われている。無論色仕掛けしか脳のないものが座り続けられる地位ではないが、ええ、にこりともせずうなずいてみせる。もっと感謝しなさい。ありがとうございます。もっと。声を張り上げるベラドンナからそれとなく目線を外した。渋い顔になっていなければいいのだが。ありがとうございます。もう食べちゃいたいわ。ベラドンナが頬に手を当てそう言った。ローグも食べられたいわよね、私に。ガオーン。獅子の構えをするベラドンナにローグは淡々と言った。冗談はよしてください、局長。あら、そう?はい。でもほんの少しくらいは食べられたいって気持ちがあるんじゃない?ね?ね、じゃないです、局長。ありませんので話を進めてください。別にいいじゃない。どうせ男はみんな飢えたけだものなんだから、目の前に餌が吊り下げられたら必死こいてぴょんぴょんしてればいいのよ、このクソ真面目野郎が。局長、何か？別に何も。ベラドンナが頬を膨らませるが、正直似合っていない。見なかったふりをしていると、デスク上にある彼女の端末が鳴った。はーい、ベラです。もしもし。いつもの猫なで声でベラドンナが出る。うん、なるほど。また犠牲者が。と言いながらベラドンナがうなずいている。連絡先はおそらく彼女の上司だろう。はーい。ベラ失礼いたします。はーい。さようなら。厄介事をしつけてんじゃねえよ、バカ。唐突に低い声が聞こえた。さすがにぎょっとした。どうしましたか？別にローグ君にはちっとも関係のないことよ。そう言いつつもベラドンナは頬杖をつき、いじけたようにペン立てを指で弾く。よほど何か難題をふっかけられたのか、こちらに聞こえるようにうめいている。何でしょうか。とうとうベラドンナはいやらしい笑みを浮かべた。ねえローグ、今自分は関係ないって思ってたでしょう。いいえ、多分関係あるかもだわ。局長、何が関係あるというんですか？教えてほしいかしら。いえ、結構です。自分から聞くのも負けたようで尺に触る。それきりにして話題を変えようとした時だった。ベラドンナが顔を伏せたかと思うと、肩を震わせ始めた。何を企んでいるのか。思い当たった瞬間、ベラドンナが大げさに髪をかき上げながら立ち上がり、あなたが行くのはナバコ島よ。おめでとう、ローグ捜査官。は？思わずぶしつけな声が出るも、ベラドンナは平然と続けた。ナバコはいいところよ。お酒が美味しかったし、他にはお酒も美味しかったし、あとお酒